ナミさん、お疲れ様です。今回も動画を2本送っていただきましてありがとうございました。今回ね、私の方からちょっとね、ご提案したいお話というかね、相談事なんですけども、まあ実現はね難しいと思いますけども、私こういうふうにね、世の中の制度を考え出したんですよ。人生100年時代という中で、リスキリング、学び直して残りの人生を豊かに過ごすためにってものが、だいたい40代とか50代で、まあ求められ始めたってことなんですよね。で、ある人に言わせると、もう日本人はね、70代とか80代まで働く時代が来たんだっていうふうに言われてます。まあこういうふうに聞くと、もうね、働くなんてゴリゴリだよって意見も出てきそうなんですけども、実際自分の好きな仕事に出会った人って、70代であろうともね、80代であろうとも、生涯現役みたいなことを言ってると思うんですよ。まあ、例えばね、私の母なんてのは、民謡や三味線の家元をしてるんですけどもね、まあ今家元を退いて、私に2代目をさせてくださってるんですけども、それでもね、未だに現役でやってるんですよ。うん、舞台をね、まあこの夏も出ますしね、それから来年のことも考えて活動してます。で、あと5年ぐらいはこのペースでできるだろうって言ってるわけですよ。もう80なんですけどもね。だから、もしかしたらね、90ぐらいまでやってんじゃないかなと思いますよね。まあ、こういう仕事ってもう働くのコリゴリっていう形じゃないじゃないですか。しかもお給料も入ってきて、人との関係もどんどんねできていくみたいな。で、いわゆる70、80まで働きなくないよみたいな仕事ってのは、嫌な仕事をしてる場合なんですよね。うん、例えば給料が安いとかね、ものすごく体に不都合があるとか、時間がものすごく長いとかね、まあ、そういうふうに望まない仕事をしてる方は一刻も早くその仕事を抜けたいと思うでしょうし、自分の求めていた仕事がね、できれば、いつまでも働きたいっていうふうに分かれてくると思うんですよ。まあその中で、年齢を重ねることによって、どんどん自分のできる仕事っていうのが減っていく傾向にありますけども、逆にここにですね、リスキリングっていうものを挟むことによって、増やしていくってことはできないかなと思ったんですよ。で、一つのモデルとして、50代以上限定の公務員さんを募集みたいなことがね、もし成り立つとしたら、いや私はね、とりあえずは介護の分野、そして保育の分野、もう一つがガードマン、警備員ですよね。この3つの分野に民間もあっていいんだけども、50代以上で一定の経験がある方は公務員として働きませんかっていうね、そんな募集があったらいいなと思ってるんですよ。もちろんこんなことね、今の自民党が言い出すわけはないと思うんですけども、まあ遠い将来に私のこのアイデアが少しずつ実現に向かうとしたらいいなと思ってますね。それについてどう思いますかってことをね、聞いてみたいと思います。例えばこういう形もあるんですよ。保育士さん。土日限定の公務員っていうやつね。だから月曜日から金曜日までは別に公務員扱いじゃないんですよ。土日だけ限定で公務員をすると。そんなね、保育士さんが出てきたらどうかなと思うんですよ。で、その保育士さんも50代以上で、子育て経験のある方っていう資格を必ず設けるというね、そういうハードルね。そうすると、例えば自分の子供を育ててきた経験がある人っていうのは、大体一段落して自分の子供が手を離れてね、社会人になって親離れする頃っていうのは、大体親は50代過ぎてると思うんですよ。だからその時に、じゃあ経験もあるし、もう一回子育ての自分の経験を生かすために、公務員としてちょっとデビューできないかなっていう時に、50代以上の人っていうのが、ものすごく、力を発揮するんじゃないかなと思うんですよ。まあもちろんね、今ね、保育士さんが介護士じゃないっていう現実もありますけども、そこにですね、保育士としての経験がある方、もしくは自分の子供を育ててきた経験がある方っていうのから、何らかのね、形で公務員っていう募集があったら、自分の子育てをした能力をね、公務として発揮することができるんじゃないかなと思ったり、あとね、深夜の枠ですよね。うん。フルタイムで、深夜の枠で、公務員さんの保育士さんってなると、これもまたねニーズはあるんじゃないかなと思うんですよ。それから同じように土日限定の深夜の保育士さんね、これももう経験がある方とかね、まあ、そうするともうね、夜中にこう子供に起こされたりとか急に発熱したりみたいな、一定の経験をまあ数年間から10年前後しているベテランばっかりが公務としてやるわけですから、だからこう言ったらあれですけどもね、若い保育士さんっていうのは自分の子育ての経験がないまんま保育士になるケースもあると思うんですよ。で、そういった方も必要ですけども、じゃあ自分はもう50代とか60代だけども子供は何人も育ってきて、もう孫もいるよと、
孫の面倒を見てきたよっていうね、そういうふうな方が男であろうと女であろうと保育の現場に入ったらどうかなっていうところがあるんですよね。何よりもね、30代40代で職にあぶれちゃった人とか、就きたくない仕事とかね、それから派遣でもうねゴリゴリだっていう人が、50代から公務員の道があるの、じゃあもうちょっと頑張ってそこまでとりあえず生き延びてみようかなっていうふうな気持ちにならないかなと思うんですよ。で、政府としてもね、リスキリングっていうのを進めるときに、いまいちリスキリングって何のことかよくわかんないんですよ。それは IT のこととか、その他ね、難しい仕事とか、新しい資格のこととか、そういうふうに思われがちですけども、ごくごく私たちが身近に抱えて、しかもそこに人手不足があったりとかね、それから民間給与が限定的だっていうことを考えたときに、じゃあ一層公務員として募集したらどうかなっていうのはね、結構いい切り口だと思うんですよ。あとね、昨日のね、朝のライブ放送でも皆さんと一緒に考えていったんですけども、実はこの25年ね、 GDP ってほとんど変わってないんですよ。 GDP がね、500数十兆円、600兆円になってないんですよ。でも1980年から1992年のこの12年の間に GDP って250兆円から500兆円までぐっと倍増してるんですよね。本来だったらそのペースでいくんだったら、今ね GDP は2000兆円ぐらいになって、3000兆円のアメリカ、2000兆円の中国と並ぶくらいの日本の第3位の経済大国というね、その地位を占めてるはずなのに、おかしな政策の連続でですね、この30年間 GDP がほとんど伸びなかったと。いまだにだから500兆円ぐらいで足踏みしてる状態なんですよね。そう考えた時に、じゃあ GDP を増やすために何が手っ取り早いかっていうと、公務員を増やすことなんですよ。しかも今公務員さんって、その民間で働き手が余っちゃってるんですよね。でそういう時に、じゃあ公務員として吸収しますよってやると、就きたくもない職業でなんとか食いつないでいる、いわゆるロスジェネ世代みたいなのがね、ドカッとね公務員になることによってやり直すことができるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんどんな人でも公務員に登用していいわけではないと思いますんで、しっかりとその辺はね見ていかないといけないと思いますけども、例えば公務員になるためのリスキリング研修を1年間とかね2年間受けて、そこでそこが問題ないなと思われた人にだけこうそうやって新しい職業を与えるとかね、例えばその刑務所から帰ってきて保護観察ってあると思いますけども、そのレベルで厳しく1年間とか2年間をこうチェックするとかね、それから遅刻とか欠勤とかがあったらもうその資格を、まあ、剥奪するとかね、また1年やり直すとかね、そんな感じで結構厳しくやれば頑張れると思うんですけどもね。この辺どういうふうにお考えでしょうか。まあ新公務員制度改革みたいな感じでね、一定の分野に公務員という枠も作って、民間と公務員っていうの2つでやるね、介護士さんとかね、それから保育士さんとかね、それからガードマンさんで、ガードマンさんも場合によってはね、首相の身辺警護とか市長とか市議とかの身辺警護みたいな仕事も増えていいと思うんですよ。まあ爆弾投げられたりね、銃で撃たれたりするような時代ですからね、安倍総理とか岸田総理の問題もありましたんで、だからガードマンも足りないんじゃないかなって時に、そういうふうにね、公務でガードマンさんを募集したらどうかなと、ね、そしたらなんかこうガードマンってなんかかっこいいじゃないですか。そんな気がするんですけどね。はい、じゃあ今回は以上でございます。いろいろとねお考えありましたら聞かせていただければ幸いです。